1枚ですか。本当ありがとうございます。佐渡さんたら目尻が下がりっぱなしですよ。大阪城ホールの本番で井川さんが任されたのは第九の歌詞の朗読。実は第九の歌詞はベートーベンが感銘を受けたというドイツの詩をもとに作られました。この詩を読んで痛く感動したベートーベンは、それから構想を温めること30年、自身最後の交響曲として第九を完成させたと言われています。いかがですか、読んでみられた正直なところ。正直本当に難しいと思いました。今回のこの、詩をいただいた時に、こう神様があって、目に見えないもの、結局自分の存在を超えたものっていう、うん、絶対的なものをこう歓喜の歌として読むという感覚が、まずすごく自分が読解できるのか。この詩を通してベートーベンが最も伝えたかったメッセージを佐渡さんが教えてくれました。アルレメンション、すべての人がブリューデルになる、うん、一つになると、はい、この文がやっぱり一番重要でしょうね、うん。1万人の合唱団は大阪から遠く離れた東北の地にも。第3回1万人の第九東北の合唱団の練習を行います。皆さんこんにちは。宮城県、岩手県、福島県からも合わせて150人の合唱団が参加します。東北合唱団の元を訪れたのは、去年から1万人の第九の司会を務める羽鳥慎一さん。いや楽しみですね。はい、いやもう東北は東北でも去年の状況から、ね、素晴らしいチームワークでしたので、ちょっと実際にお会いしていろいろお話聞いてみたいと思います。最後まで避難を呼びかけた。2011年の東日本大震災以来3年間、被災地に歌声を届け復興を支援しようと、サントリー1万人の第九 with 東北として、東北と大阪を映像でつないでコンサートをしてきました。今年はより思いを一つにしたいという願いから、東北合唱団の皆さんが大阪城ホールに招待され、1万分の150として歌うことになったのです。お邪魔します。どうも。お邪魔します。すいませんね。お邪魔します。どうも。今は突然ですが、噂によると、はい、ご結婚が。いや、すごい。本当にもそういうその話に関して、こう普通に話すのは皆さんが初めてという。羽鳥さんも無事に温かく迎え入れてもらったところで、今回初めて1万人の輪の中で歌う皆さんの思いを伺いました。やっぱり憧れていた場所ではあるので、すごく楽しみです。はい、支援してくださってありがとうっていう気持ちを一緒に合唱団として大阪の方たちと歌いたいなって、本当にそんなように思います。そうですね。はい、そして今回で2度目の参加という高石千春さん。彼女が初めて参加したのは3年前、東北会場開設の年でした。大学では音楽を専攻し、もともと第九が好きだったそうですが、初めはその参加を迷ったといいます。今歓喜の歌を歌うのは、どうなのかなってちょっと正直思った部分もありまして。復興もままならない中、本当にこの歌を歌ってもいいのか、その高石さんの気持ちを変えたのが、震災の1週間後に生まれた甥っ子の青人くん。
もうすごい本当に嬉しくて、もう涙が出るくらい本当に嬉しかったんですけど、であこういう、まあ、自分の中で歓喜っていうのもあったから、それを、まあ、皆さんにも届けられるようにっていうので参加したいなっていうのはで、はい、苦悩から歓喜へという大工のテーマが自分にぴったりと重なったという高石さん。現在は特別支援学校の音楽の先生として生徒たちに歌う喜びを伝えています。毎年卒業式で歌う大工の指導も行っているそう。今までこう自分は歌う側の人間、そして大工を教えてもらってる側の人間だったんですけど、それが去年初めてその大工を生徒たちに教えて、あやっぱりいい歌だなって思いまして、まあ、今回もまた参加したいなって。本当にいろんな人がこの会場60人だけでもいるんだなと思って、これが1万人になると本当にいろいろドラマを持った人があの大阪城ホールに来てるんだなっていうのを改めて今日直接話聞いて、すごいイベントだなと思いました。3人揃ったらもう全員でアナ雪が始まる。もっと大きな。今年最も輝きを見せた歌姫も1万人の大工の舞台へ。この春社会現象を巻き起こしたディズニー映画アナと雪の女王、そのエンドソングを担当し、映画こんばんは。いやー来ましたね今日も。お願いします。もうだってあと2週間ですよ。羽鳥さんの大工ムードも高まる本番2週間前。スタート2時間前のレッスン会場には早くも合唱団の大行列が。やっぱり早く会った方がいいのかなと思います。こう一段階上がるぐらい皆さん上手になるって聞いたので、世界中が平和になってくれたらっていうあの思いがすごくひしひしと感じる。先頭の方は6時間も前からスタンバイしているんですって。会場に集まった総勢1100人の合唱団の前に現れたのはもちろんこの方、佐渡裕総監督です。佐渡さんは本番前に毎年必ず1万人全員を直接指導します。歌に込められた思い、そして人に届く歌声とはどういうものなのかを合唱団全員に伝えるためだそうです。できるだけ一音一音がこうバウンドしてるように、ブルーだもうここでジャンプしよう、ジャンプしよう、音符がもっとおばさんのようなしっかりした声が欲しい。もう絶対ブレないわよって凛としたもうおばさんを。ワン、ツー、はい。うまい。佐渡さんの分かりやすい例えで合唱団の歌声はみるみるうちに変わっていきます。そうですね。すごいですよ。今日だって佐渡さん初めて来たんですもんね。1000人の前に、であと一瞬でやっぱり一つにするっていうのはやっぱり指揮者マエストロってすごいんだなと思いました。改めて4つ前。そんな佐渡さんが必ずレッスンで取り入れているのが手をつなぎ合って歌うこと、隣の人とつながること、そして気持ちを分かち合うことによって初めてできるハーモニー、それこそがベートーベンが作りたかったもの。とってもいい、一人一人がもう本当に音楽作ってるっていう自覚をはっきり持って、1万人が集まってるのがすごいなくて、自分の意思で一人一人が本当に主人公になってこの1万人の大工を作っていく、一人一人のね、そうしたあの思いがすごく大事なの。1万人いれば1万人のドラマがある。佐渡さんがその思いを一つにして初めて歓喜の大合唱が生まれるのです。はい、ありがとうございます。
さあ、いよいよやってきました大阪城ホール。去年は初めてだからなんかうわどうなるんだろうと思いましたけど、今年はちょっと凄さが分かってるんでワクワクですね。羽鳥さんが到着したちょうどその頃、東北三県からやってきた合唱団が初めて大阪城ホールへと足を踏み入れます。中では佐渡さんとオーケストラがリハーサルの真っ只中。佐渡さんの粋な計らいで他の合唱団より一足お先に1万人の規模を体感してもらおうと集まってもらったのです。どうもようこそお越しくださいました。こんにちは、佐渡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐渡さんです。ここ何年はあのモニターでね僕らも見てたし歌っていただきました。やっとあのこの大阪城に来ていただくことになりました。本当にあの直接皆さんと一緒に音楽できることをすごく楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい、すごく大きいところで。初めて入ったんですけどね。いや本当すごいなと思ってですね。私たちもこの皆さんと一緒に歌えると思うとすごいワクワクします。入ってきましたね。いろんなこうバックグラウンド持ってきてる人があの一つの目標に向かってきてるんだなっていうのをちょっと去年よりは見られそうな気が、はい、します。歓喜の大合唱へ全ての準備は整いました。は蓮の妖精ペリを描いたロシアバレエラペリのために作られたファンファーレで華やかに幕を開けました。まずは第1部になります。今年も素敵な方をお呼びしております。素晴らしい歌声の持ち主です、明治さんです。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。
泣き出しそうになった時は黙って腕を取りながら一緒に歩いてくれるよね。世界中の優しさ私は
とうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。素晴らしい歌声でした。喜びよ美しい神々の火花よ、楽園の娘よ、私たちは炎に酔いしれてあなたの神殿に登ってゆく。時の流れが断ち切ったものをあなたの魔法は再び結び合わせる。あなたの優しい翼の下で全ての人は兄弟となる。万人よ抱き合え、この口づけを全世界に届けよう。兄弟よ、星空の彼方に父なる神はきっといらっしゃる。万人よひざまずいているか、世界よ創造主を感じるか、星空の彼方にあの方を求めよ。星の彼方にきっとあの方はいらっしゃる。喜びは永遠の自然の中の力強いバネだ。喜びは世界という大きな時計の歯車を回す。喜びはつぼみから花々を、大空から数多くの太陽を誘い出し、宇宙空間に天文学者の望遠鏡にも見えない天体を巡らせる。そんな数多くの太陽が雄大な天の原を晴れやかに飛びゆくように、行け兄弟よ、自分自身の行くべき道を、勝利に向かう英雄のように喜びに満ちて。Tochter aus Elysium, vier betreten feiertrunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen wir dem Brüder, wo dein sanfter Flügel weit. Ihre Rose ist, wo Gülle singt, sie muss so drehen.